坂本30時1月22日から2006年3月19日は、日本の政治家、衆議院議員、内閣官房長官、労働大臣を歴任。異界勲等は、肖像位、組当旭日大綬章。石川県富士郡穴水町出身。金沢一中、四高、1947年、東北帝国大学法学部卒。1948年に石川県教育委員となる。1967年、第31回衆議院議員総選挙に初当選。以来連続当選11回。自民党内では、暴流と呼ばれた三木川本派に所属。三木武夫直系の甲骨官、川本俊夫の側近として、派内で重きをなす。環境調整務次官、自民党外交部会長、衆議院文教委員長などを経て、1983年に第2次中曽根内閣の労働大臣として初入閣。1989年、宇野内閣総辞職後の自民党総裁選では、竹下派主導による海部俊樹の擁立に反対し、川本派内で三木直系として知られる鯨岡彪介と共に最後まで領袖の川本擁立を主張した。そのため、川本の後押しで第二次山内閣の内閣官房長官に就任した際は、坂本官房長官は海部首相と反りが合わないのではという声も上がったが、竹下派による傀儡政権との疑念もあった、海部政権に、三木精神を注ぎ込むことに尽力し名声を得た。1996年に、組当旭日大綬章を受章。2000年に政界を引退。趣味は、剣道で7段の腕前であった。石川県剣道連盟会長を務めた。全日本剣道連盟から、剣道功労賞を受章。2006年3月19日、胃がんのため、石川県穴水町の病院で死去。83歳。同日符をもって肖像くらいに除される。ありがとうございます。